はい、では、ユババイト DB、ジャパンアワー、6月の回、時間になりましたので、始めさせていただきたいと思います。ご参加いただいている皆様、ありがとうございます。暑い日が続きますが、皆様、くれぐれも体調の方には、十分、ご留意くださいませ。セッションを始めさせていただく前に、毎度ですが、アンケートのお願いをさせていただいております。アンケートの、フォームはですね、チャットボックスの方にも URL、リンクを貼らせていただきますが、ご回答いただいた、皆様の中からですね、毎月抽選で、イガバイトデータベース T シャツですね、お送りさせていただいております。まだまだ日本では流通量の少ない貴重な、T シャツになっております。ぜひこの機会に、皆様ゲットしていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。では、今月のアジェンダになります。今月のアップデートに続いて製品のアップデート。で、最後にゲストトークといういつもの、3本のアジェンダになっております。では、早速、今月のアップデートから、進めさせていただきたいと思います。で、改めまして、自己紹介の方ですね。ユガバイトジャパン、カントリーマネージャーをしております、松尾と申します。で、次のですね、製品アップデートについては、技術の、ヘッドをしてます、市村の方から、ご紹介をさせていただくという形になります。よろしくお願いいたします。はい。では、簡単に、初めての、ご参加されている方もいらっしゃるかなというふうに思いますので、ユガバイトデータベースの、少し開発に至った経緯というところをご紹介をさせていただきたいというふうに思います。ユガバイトデータベースですね、2016年にオープンソースで、リリースをさせていただいています。会社としても2016年にシリコンバレー、サニーベルで設立をされています。で、2年ほどですね、さまざまな開発を、しながらですね、エンタープライズ機能なんかをですね、付加して、2018年にですね、バージョン1.0というものをリリースし、同時にオープンソース化しているというところでございます。で、左上に3人の写真が載っておりますけども、この3名がですね、Facebook で、一緒にですね、2007年から2013年、ともに、Facebook のユーザーが、非常に爆発的に、増えてた頃にですね、データベース、新しいデータベース、プラットフォームを、構築すると、プロジェクトで、一緒になったメンバーたちです。で、その人間たちがですね、オラクル、カサンドラというデータベースの経験をもとにですね、それぞれのメリット、それぞれの課題、こういったものをですね、克服する新しいデータベースを作ろうということで誕生したのが、ユガバイトデータベースになります。で、それぞれのですね、いいところ、課題というところでございますが、オラクルに代表される従来のリレーショナルデータベース、当然ながらデータの整合性というところだとか、SQL 機能というところに対して非常に多くの機能をサポートしているというところで、一方で、可用性だとか拡張性、こういったところはですね、データベース単一の機能ではなかなか実現が難しくて、いろんな、エプリケーションのミドルウェアだとかソフトウェア、こういったものを組み合わせながらですね、構築をしていくという必要がございました。で、その後ですね、そういった課題を解決するために出てきたのが、NoSQL と言われる、新しい形のデータベースになります。カサンドラや MongoDB に代表されるものですけども、NoSQL というところで、アシッドトランザクションだとか SQL の機能というところを犠牲にしながらも、高い可用性、水平方向への高いスケーラビリティ、こういったものを実現した、非常に素晴らしい、新しい形の、SQL、あ、NoSQL データベースという形になります。一方で、両方の機能があるとですね、お客様の、課題というのは、より多くの、課題を解決することができるだろうということで、アシッドトランザクションだとか SQL というところを犠牲にせず、NoSQL の可用性、拡張性、こういったものを両方ですね、いいとこ取りで実現しようと。こういったデータベースがあればですね、非常に多くの皆様に喜んでいただけるだろうというところが、イガバイトデータベースの開発の、もともとの思想になります。そういうわけで、いわゆる SQL、NoSQL のトレードオフ、
を排除した、スケールアウトする、PostgreSQL、が、Gigabyte データベースになります。改めて我々の、データベースの特徴をご紹介しますが、高いスケーラビリティ、で高い可用性、そして、チル分散ワークロード、こういったものをですね、アシットトランザクションや、PostgreSQL、インターフェース、こういったものを犠牲にせずにですね、実現するという、新しいタイプの分散 SQL データベースになります。さらに加えて我々の特徴としては、Any Cloud でございます。VM や Tanz、OpenShift、Kubernetes、こういった、Kubernetes 環境での、動作も保証をしておりますし、もちろん、Azure、AWS、Google、GCP、こういった、クラウド、プロバイダーが提供する仮想環境や、コンテナ環境、こういったものも、サポートしています。そして、ベアメタル、仮想マシン、こういった従来のですね、オンプレミス、の、環境、もうこういったところでも動作するということで、これによってですね、我々、ある特定のインフラに、ロックインされることなくです。非常に、お客様の、インフラ戦略に応じて柔軟な、デプロイメントを、提供することができるというところも、我々の、大きな価値に、なって、きます。我々のビジネス少し、振り返りたいというふうに思います。我々オープンソースコミュニティを、エンジンとしながらですね、エンタープライズのビジネス、この両輪で、ビジネスを回しています。エンタープライズ、のお客様ということで言うと、日本においては、楽天様が、国内第1号の、ユーザーになっていただいておりますし、金融機関や、流通業、自動車会社、いずれも、世界、の名だたる、企業様で、この Gigabyte データベースがですね、を採用いただいているというところでございます。オープンソースコミュニティにも目を向けますと、2022年の初頭でですね、200万ダウンロードということで、特にこのグラフを見ていただければ分かる通り、過去この直近3年のですね、ダウンロード数というのが飛躍的に、加速度的にですね、伸びているというところが一つ大きな特徴でもあり、この我々のGigabyte データベースに対する期待、というものがですね、ここに現れているのではないかなというふうに感じております。で、Slack のユーザーですとか、あと昨年の11月にですね、立ち上げました、Gigabyte University、もうこれもすでに、5000名以上の、レジストレーション、受講者に数値としては上がっているということで、非常にこういったコミュニティ、デベロッパー、いろんな方にですね、高く、多くですね、使われているデータベースになってきたというところも合わせてお伝えをさせていただければというふうに思います。で、さてですね、今回はですね、ディストリビューテッド SQL サミット2022の、ご案内をさせていただければというふうに思います。前回ですね、DSS アジア2022ということで、そのリキャップを皆様にご紹介をさせていただいたわけなんですが、今回ご案内をさせていただくのは、グローバルのイベントになります。ディストリビューテッド SQL サミット2022ということで、9月のですね、14日、オンラインでの開催を、企画させていただいております。で、この後ですね、主要都市、7都市の、物理イベントも予定をさせていただいておりますし、年明けにはですね、また、このアジア、日本含めてですね、アジア地域にもこのイベントが戻ってくるというような、シナリオ、になっております。オンラインでございますが、すべて英語のセッションという形になります。時差もございますので、ぜひご登録をいただきましてですね、オンライン視聴もそうですけども、その後のですね、レコーディングというところもですね、合わせて、ご覧いただければなというふうに思います。本イベントの対象はですね、開発者様、DBA の皆様のみならずですね、SRE チームの皆様、あとビジネスリーダーの方、
こういった方々に、最新のですね、データベースモダナイゼーションの、事例、新しい、アーキテクチャ、クラウドネイティブな開発手法といったものをですね、お届けするという形で、現在アジェンダの方をですね、企画をしているというところでございます。はい、ではですね、この後、市村さんのセッションに、バトンをタッチをさせていただきたいと思いますが、今回ですね、今週の、新しい、ユガバイトデータベースの新しいリリースからですね、7月、に以降にかけてですね、グローバルでここ日本においてもですね、さまざまな重要な、リリースを予定をさせていただいております。こちらもぜひ楽しみに、していただければと思いますし、7月はですね、そのサマリーも、皆様にこの場で、お伝えができればなというふうに、考えております。はい、では市村さん、次のセッションに移りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、それでは、6月の、製品のアップデートについてご紹介させていただきたいと思います。まず今回ですね、リリースのアップデートにつきましては、レイテスト版ですね、最新版と呼ばれているものにつきまして 2.15 というものが、出てきます。日本の深夜、本日の深夜ですね、おそらく、米国の28日に、この 2.15 のアナウンスというものが大々的になされる予定です。ですので、ちょっと皆さんには少し、早めにお伝えしているような内容になります。GitHub の方を見ていただくと、おそらくまだドラフトというタグがついているままだと思うんですけど、今後こうドキュメント等もですね、我々の Docs のページの方でもアップデートがなされていく予定です。安定版の方ですね、ステーブルリリースにつきましては 2.12 で進んでおります。今、最新版が 2.1、2.7 というものが、先週、出ておりますので、いわゆる商用版をお使いのお客さんについては、こちらを、推奨しているものになってきます。はい、またアップデート等々については、こちらのリンクの方でご確認いただければと思います。今回、特にこの 2.15 というところですね、先ほど申し上げましたように、メディア等でもアナウンスをさせていただきたいと思いますが、どのようなところが、追加されているのかですね、まず大きく4つあります。まずはそのワークロードへの最適化というところですね。あとは開発者さんの生産性をより向上していくというところ。であとはスケールさせてもきちんとパフォーマンスが出るというところですね。あとはそのクラウドネイティブへの展開というところ、そういったものを支援する、こういった4つのポイントというのが、今回の 2.15 でハイライトとして挙げられます。で、特にそのワークロードの最適化というところにつきましては、クオリティオブサービス、いわゆる QoS であったりとか、あとはそのマルチテナンシーに向けた機能というものが追加されることになっております。で、あとですね、今までそのシャーディングっていう形でデータをこう分散させている中でも、どちらかというとこう、一元的な管理であって、アプリケーションにこう寄り添った形ではなかったりしまう。例えば皆さんがこう小さいテーブルをたくさん扱っているというケースもあれば、非常に大きなテーブルを少し使ってるみたいなケースもある中で、やはりその中でもこうシャーディングのストラテジーっていうのが変わってくるっていうところで、ダイナミックにそういったアプリケーションを意識した形の、シャーディングの機能っていうのも追加をしております。あとその開発者さんの生産性という意味では、我々やはりポストグレスの互換性っていうのを高く謳っており、またそこを追求しているわけなんですけど、そういう観点におきましても、そのトランザクションとか、あとアイソレーションレベルと呼ばれているものを気になされている方が多いと。で、ヨガバイトはそのポストグレスが提供するその3つの、レベルに対して、きちんと、サポートしていますよと。で、特にそのリードコミットというところについては、この 2.15 でも、より機能拡張がなされておりますので、安心して使っていただくような製品になっていますというところですね。あとはそのデータの変更を外部に転送したいみたいなところで CDC と呼ばれているような機能というのは結構データベースもあるいはデータプラットフォームではよく使われているものになりますけど、そこの機能拡張についても、ここで開発者の生産性というカテゴリーの中で、対応するようなものになっておりますと。
あとはクラウド向けの API とかっていうところも入ってきてますね。あとパフォーマンスについてです。これはもう弊社としてはもう永遠のテーマであり、あるいは毎回このリリースごとにこう何かしらの機能改善がなされている部分なんですけど、まあ、今回特にですね、そのバルクのロードの部分の、機能改善であるとか、性能改善ですね、であるとか、あとはバックアップの、そのスピードの改善といったところも、主に挙げられる改善ポイントになります。あと、このクラウドネイティブっていうところですと、やはり我々のデータベースをクラウドで動かしたい、それも既存で動いているワークロードがオンプレミスにあるものをどうにかしてクラウドに持っていきたいとか、あるいはクラウドにあるワークロードをうまく融合媒体に持っていきたいというケースの中で、まあ、もちろん、ポストグレスのコンパチビリティがあるので、通常のツールも使えるんですけど、まあ、よりこう、ヨガバイトに適したツールというところで、今回、まあ、新しいマイグレーションのツールのご紹介もさせていただいております。あとは、もろもろですね、そのクラウド、クラスを作るとトポロジーの拡張だったり、より安定的な、クラスターの、作成みたいなところも、こういったところに入ってくる内容になります。先ほど申し上げたマイグレーションのところについてですね、まあ、今、オープンソースで Voyager というものが、今リリースをされております。こちらはまだベータ版なんですけど、こちらのプロダクトのリリースと一緒にアナウンスをする予定になっておりますと。で、これは何かというと、まあ、コマンドラインベースのマイグレーションツールになります。で、皆さんが持っている、まあ、元々のソースとして、例えばPostgres とか MySQL とかの Oracle を、まあ、ソースとして、まあ、それはヨガバイトに移行していきたい、ヨガバイトデータベースに移行したいというときに使っていただけるものですね。ですので、ターゲットとなる環境は我々の Anywhere でもマネージャーでも、あるいはオンプレにある皆さんの環境でも何でも構わなくてですね。で、まずは皆さんの持っている、まあ、資産をうまく移行するために、使っていただくようなツールというものを、目指しております。で、現時点ではいわゆる YSQL というものを、サポートしているのみで、あとはライブマイグレーションというのは今、ロードマップにあるんですけど、現時点では実装されていないので、基本的にはオフラインのマイグレーションになってきます。で、こちらの GitHub の、ページの方に、ありますので、ぜひ皆さんの方でも、ね、使っていただいて、まあ、そのこう利便性だったり、あるいは場合によってはちょっとこうフィードバックなんかもいただけると幸いです。ヨガバイトデイって呼ばれているものですね。が、いわゆるローカルの環境であるとか、あるいは皆さんのこうラップトップの環境なんかで、我々のデータベースクラスターを作りたいときに、よく使っていただける、あるいは簡易的にクラスターを組める、ツールになっております。で、これはスタートっていう形のオプションを追記するだけで、まあ、クラスターが立ち上がると。で、これだけでも静的なウェブページというのは立ち上がっていくんですけど、まあ、よりこうリアルタイムのメトリックスを追いたいとかですね、あるいはもう少しこうユーザーフレンドリーな UI が欲しいっていうところで、我々がこうマネージャーを使っているダッシュボードと非常にこう似たようなものをですね、ローカルで動かせるような、いやこの YugaByteDUI というものをベータ版リリースしておりますので、こちらもオープンソースとして提供しておりますので、ぜひこちらの GitHub の方から使っていただければと思います。で、あとですね、まあ、継続的な機能拡張という意味では、マネージドというものをですね、我々のこうマネージドサービスのオファリングである YugaByte データベースマネージドというものがありますので、まあ、こちらを使っていただければ、皆さんの方でこうインフラのセットアップしていただく必要なくて、我々で用意したインフラの上で、皆さんが自由にこうデータベースクラスターを作っていただける、まあ、皆さんにお願いすることは、ここにある3ステップですね、のみで、まあ、データベースクラスターを作っていただくことができると。もしこのあたり少し無償の範囲でノードを複数ノードで動かしたいというようなことがあればですね、ぜひ我々の方にご連絡いただければと思います。japan@gigabyte.com にお問い合わせいただければと思います。で、まあ、このマネージャーがいいところはですね、やはりまあ、いろいろね、新しい技術を使うときのこうチュートリアルを見ながらというところもあって、チュートリアルとかドキュメンテーションがきちんと整備されているかというのがポイントだと思うんですけど、やはりこうタブを移るだとかですね、やはりターミナルに戻るとかって結構手間だったりするわけですよね。今どこまで行ったんだっけみたいなケースもあったりもしますし、あとは結局コピーペーストっていうようなところもあったりとかすると、やっぱり自分がやれてる範囲とそれがこう実行結果とか即座に見えるっていうところもポイントになると思います。で、我々はこのクラウドシェルっていうものを使ってですね、まあ、チュートリアルもこう左半、横に置きながら、まあ、進めていただけるような形で、特にこう初めての方々にこう親しみやすいようなインターフェースも用意しております。で、まあ、コピーペーストするでも、まあ、皆さんがタイプするでも、場合によってはボタンを押すとそのまま実行されるようなものになってますので、まあ、特にこうインタラクティブに、この我々の製品の理解を進める、あるいは社内に少しこうイネブルメントを広げるような時にぜひ使っていただけるようなものになっていると思いますので、お試しいただければと思います。
あとマネージの方ですね、いよいよこのマルチリージョンへのクラスターの作成っていうのが、今までリクエストベースで対応させていただいたんですが、正式に UI の方で、皆さんの方でオンデマンドでさせていただくことが可能になりました。ですので、皆さんの方でもしマルチリージョンクラスターの方が必要ということであれば、本当にボタンをクリックしていくだけで、マルチリージョン、特定のリージョンを指定していただいた形でデプロイができるというものになりますので、ぜひこのあたりもですね、我々の真のパフォーマンスというのを見ていただければと思います。はい、製品のアップデートからですね、少しちょっとこう技術的なトピックスというところでですね、フライデーテックトークというのが毎週行われております。これはヨガバイトのエンジニアだったり、プロダクトチームのメンバーがですね、特定の技術だったりか製品について詳しく30分の中でご説明するものなんですけど、大体日本ですと、金曜深夜ですね、いわゆる土曜の午前1時ぐらいとか2時ぐらいから開催されているので、少しタイムゾーン的に難しいかなと思います。もちろん録画視聴もありますので、もし気になるトピックがあれば、ぜひそちらでご覧いただければと思います。で、今回ですね、前回からのアップデート文について、これらの今、こちらの方に映っているセッションについて少しかいつまんでご説明をさせていただきたいと思います。まずカサンドラのインターフェースの MySQL の方ですね。こちらでもそのタイムトゥリブを使ったこういうデータ制限のあるデータの取り扱いみたいなところですね。で、これどういった時のユースケースかというと、例えばワンタイムパスワードを提供したり、あるタイミングでこうエクスパイアするようなデータですね。例えばクーポンコードなんかもそうですよね。あとはこうタイムシリーズとこう時間軸でデータを管理するようなケースで、ある一定の時間だったらもうこう不要になるみたいなユースケースの中で、自動的にこうデータを消すっていうような要件がいくつかあるでしょうと。で、もともとそのヨガバイトの方で持ってる仕組みを組み合わせることによって、このタイムトゥーリブっていう形で、特定の時間になるとデータを削除するみたいな機能というのを実装することができますよっていうところのお話をさせていただいています。で、特にそういったユースケースとしては、やはり IoT とかの文脈は多かったりしますよね。大量に流れてくるデータに対して、こうやって時間を区切って取り扱いたいと。で、特に我々ですと GM さんのオンスターと呼ばれているですね、コネクテとかの、事例がありますので、その事例も交えながらご紹介しているようなものになりますので、ご興味があればご覧いただければと思います。続きましては JSON ですね。SQL と JSON の組み合わせというところのベストプラクティスに近いような話をこちらではさせていただいております。これは皆さんもよくご存知かもしれませんが、Postgres が基本的にこう、9.2からこう JSON のサポートが始まっていると。特にその中の JSON と呼ばれているものと、JSONB というものがあるので、このセッションで積極的にこの JSONB というものを使っていきましょうと。特にその、こう階層的なところを表現するというところと、こう柔軟なフィールドが使えるというところで JSONB をお勧めをしておりますと。やはり従来のこう SQL のこうカラムと組み合わせることによって、この JSON のこう柔軟なフィールドの取り扱いというところを最大限活用することによって、新しいデータモデルっていうのを作っていきますよといったところをお勧めを差し上げている形です。ブログの方にもですね、この同じような内容で丁寧な説明が書いてありますので、興味のある方はぜひご覧いただければと思います。で、あとチェンジデータキャプチャーについてもですね、結構詳しい説明っていうのがこちらのセッションでございますと。で、やはりデータベースの更新をいかにこう、察知してですね、それを他と連携するかっていうところで、このパイプラインの重要性とか、それを実現するためのアーキテクチャみたいなところで、多分に漏れずヨガバイトでもこういったフローというのをきちんと作って実装しておりますと。で、特に外部の連携の話もそうですし、我々として実際にそのユースケースをしてどんなことが実現できるか、そのパフォーマンスはどうだったかっていうところもですね、詳細に説明をしておりますので、ここで CDC とかの外部で連携みたいな話に興味ある方はぜひ見ていただいて、実際に触ってみていただくのがいいのかなと思います。はい、これは2.13と書いてます。2.1コードがエンハンスがあった部分になってきますね。あと、やはり我々としては、そのポストグレスの互換性というのを非常にこう高く歌っている、もしくはそれ非常に追求しておる会社です。で、その中でもやはりこうトランザクションというところですね。で、特にトランザクションする上には、アイソレーションレベルというポストグレスは3つのレベルですね。このシリアライザブルとリピータブルリード、あるいはリードコミットというもので実現しているものを、ヨガバイトでもきちんとこれ実装しておりますよって。で、特に今、フォーカスをこのシリアライザブル、リピータブルリードときて、今、リードコミットのフェーズ、最終的なフェーズに来ている中で、そこの改善というのが、高らかに、今回2.15でも歌っておりますので、皆さんにとってこう安心感を与えられるような内容というものをここで説明をしておりますと。
で、もちろんまだまだ改善点があったりしますし、あと今回特に2.15ですね、このペスミスティックロックと呼ばれているところの改善点がまた強化されましたので、まあ、よりこう今までの皆さんがもしポストグレスで使っていたところからしてもですね、こう遜色ないような形で使っていただけるものになっているのではないかと。で、特にこのあたりで、まあ、より詳細知りたい方は GitHub の一周をご覧いただくか、あるいはこのセッション自体でも非常に有益な情報がまとまっているので、ご理解いただく点があるんじゃないかなと思います。で、このファラデーテクトークですね、ご説明最後はパーティションテーブルになります。で、まあ、ヨガバイト、この分散データベースというところもあって、この分散というところからもですね、このパーティションの話とですね、このシャーディングと呼ばれているものが若干こう、ユーザーさんにとってもちょっと混同しがちな部分があったりしますので、まあ、改めてパーティションというものと、まあ、シャーディングというものの説明をさせていただいておりますと。で、特にその、まあ、パーティションというのが、まあ、いわゆる SQL、あるいはリレーションのデータベースでのパーティションで、まあ、親子関係にあるこうテーブルのような形のパーティションテーブルの話になっているところで、まあ、シャーディングはどちらかというとそのデータの分散の方法の仕組み、方法について説明しているものになってきますと。で、特にこのセッションではその中でもパーティションテーブルと呼ばれているものですね。ヨガバイトで扱っているパーティションテーブルのうち、いわゆるポストグレスと同じものと、まあ、ヨガバイトでユニークで実装しているもの。まあ、それはジオパーティションって呼ばれているものですね。その位置的な、情報と、パーティションを紐付けるというジオパーティションの機能というのの説明というのが、こちらではなされておりますと。ですので、このパーションテーブルと呼ばれている概念であるとか、ヨガバイトの取り扱いみたいなところですね、詳細に説明しておりますので、まあ、ぜひこちらも気になる方はご覧になっていただければと思います。あとですね、我々のブログポストですね、ブログヨガバイト .com であったりですね、で、英語版のポストというのがなされているので、まあ、それは適宜日本語に訳するの努力をしておりますと。一方で日本オリジナルの発信もしていきたいというところで、まあ、今回ですね、6月に入社された藤代さんの記事というのもブログにしておりますので、まあ、我々としてもですね、よりこう大きい、よりこう、いろいろな情報発信ができるように努力しておりますので、こちらもぜひ見ていただければと思います。あとですね、ニュースレターという形で、リンクドインのリースレターを使って、セレクトニュースという形で、ヨガバイトからのマンスリーのアップデートっていうのを差し上げています。大体月末ですね、このセッションの後ぐらいに出てくると思うんですけど、基本的にはプロダクトのアップデートとか、あるいはユーザーさんのアップデートとか、コミュニティとか、イベントとかのアップデートとかをさせていただいておりますので、結構コンパクトにまとめてありますので、まあ、ぜひマンスリーのアップデートという意味では、この我々のこのセッションと、あとこちらのニュースレターもぜひご参照いただければと思います。プロダクトのアップデートとしては以上になります。ありがとうございました。はい、プロダクトのアップデートでしたと。続きましてですね、ゲストスピーカーというところでですね、前回もですね、我々の SQL、YSQL と呼ばれている、製品を担当しているですね、ハルさんですね、に、参加してもらったんですけど、前回、すべてをご紹介はできなかったので、今回その残りの部分ですね、パート2という形で、ご紹介ができたらと思いますので、またこちらもちょっと録画になりますが、見ていただければと思います。それではここからですね、ゲストスピーカーの方とのセッションというところで、日本人で、ヨガバイトデータベースのエンジニアをやっていらっしゃるハルさんです。ハルさん、ソフトウェアエンジニアというところで、YSQL と呼ばれている SQL インターフェースの、プロダクトの部分というのをご担当されていますと。で、US の方に、在住されていて、長らくデータベースの、経験を持って、ヨガバイターにジョインしていただいている方になります。じゃあ、それでは、ハルさん、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい。
ちょっとこんな感じで、はい、やってみたいです。オープンソースデータベースという形で、ね、我々のセールスみたいなポジションでもよく歌ってるんですけど、このどういう社外からのコントリビューションとかも結構多かったりするんですか？比較的最近だと、そのコミュニティのデベロッパーが、フォーリンデータラッパーの機能をつけてくれて、それは結構、社外というか、そのコミュニティのコントリビューションにしては、すごい大きい、アイテムなんですけど、で、あと、他に細かいのがあるのかな。で、あと、一人デベロッパーで、ディプティっていう女性の、方は、最初、ニュータニックスっていう会社で、カナンとカーシー君も元ニュータニックスにいたんですけど、彼女はそこにいるときに、結構、オープンソースへのコントリビューションとかも奨励してたのかな。それとも、彼女の興味があって、そうだ、彼女のブログで、その時の、入るまでの、経緯とかを書いてる、彼女が書いたのが、あるんですけれども、最初、そのパーティション、ジオパーティションの、っていうか、パーティショニングの機能かな。で、彼女がそのコントリビュートしてて、それで、まあ、入った後も、それだけじゃないですけど、彼女は他にもいっぱい、コントリビュートしてますけど、そのジオパーティショニングの、機能とか、っていうのが、まあ、ある意味、元は、そのコミュニティのコントリビューションですね。あとそういうまあ、あのっとては、こう、トランスペアレンシーっていうか、透明性っていうか、要するに、確かなんていうかな。あんまり別にそういうふうに変なことをやろうと思わないけども、例えばっていうか、他のスタートアップでよく見てきたパターンは、デッドラインっていうか、早く直さなきゃいけない問題があって、で、でも、コードがあまりにもなんかごちゃごちゃしてわかんないんだけど、とりあえず、こうやってこねくり回してるうちに動いたからこれでいいやっていう。そういうのが、本当に冗談じゃなくて意外と多いんですよ、そういうの。で、そうするとどうなるかっていうと、そういうコードは他の、また別の人が見ても余計わかりにくくて、結構その積み重ねでとんでもない、で、ある時、誰かが見たら、ああやってこうやってこうやって、こっからここまでの部分全部いらないじゃないとか、そういうことが起こったりするんですけど、オープンソースだと絶対起こんないとは言えないんですけど、でもそういう意味だと、ポストグレスはコミュニティでちゃんと、なんていうかな、そのクオリティを、ある程度のクオリティを維持するっていうか、そういうのはできてるプロジェクトの一つだと思います。他のベンダーだと特定の機能はね、ちょっとライセンス払わないとダメですみたいなのもあるっていうふうに、聞いてたりしまそういすし。う意味、そうですね。少なくともデータベースの部分に関しては、そういう切り売りっていうか、そういうのは、してないですしね。ないですクか。ラウドの部分とか逆にその付加価値の部分で、このビジネスをしようという、確かそっちも健全だと思います。に。ありがとう。あと、やっぱり我々がまあ、得意としてる製品の特徴でも、このディストリビューテッド SQL とか、まあ、日本語で分散 SQL みたいなこと言ってますけど、この盛り上がりって、ハルさんはどのように感じられてますか？そうですね。この分散処理とかっていうのって、もう、なんていうかな。IBM が大昔、メインフレームでやって、それからテラデータとか、もう結構大昔ですけど、そういう分散処理、あと並列処理で、そういうのが、そういうのはなんか初めの頃っていうか、昔のは、まあ主にパフォーマンスがメインで、あとはまあメインフレームにしても、あとはその他フォルトトレラントっていうのも、このある程度シングルノード、またはまあシングルロケーションに限られてたんですけど、だんだんそのグローバル化っていうのかな、なんていうかな、そのデータセンターを一箇所じゃなくて複数の場所に置いてとか、世界各国に置いて、そこの、そこに、そのそれぞれの場所から近い、要するに高速にデータが取り出せるというか、近くから取り出せるとか、あとはそうやって、データセンターを複数箇所に置くことによって、その自然災害とか、あとはまあ人為的な
間違いまたはサイバーアタックとか、そういうことに対して、このもあのフォルトトレラントにならなきゃいけないとか、そういうのが意味が変わってきてるっていうか、という意味が変わってるというよりは、意味がこの膨らんできてると思うんですね。分散処理っていうことにしても、そのフォルトトレラントっていうことにしても。で、そうすると、それぞれのユーザーの目的、用途目的、あとその必要要件に応じて、その違う製品が適してるかもしれない。で、そういう違う、その、まあ、あの、その性能の、あの、性能にしても、なんていうかな、この、クエリの癖っていうか、形、なん、そのストラクチャっていうか、そういう構造っていうか、そういうのによって、この製品の方が早く動くとか、こっちの方が早く動くとかっていうのと、あとその災害が起きた時にどういうふうなことになるか、リカバリが、フェイルオーバーがすごい早いかどうか、そのフェイルオーバーが早いっていうのがリカバリとの売りの一つなんですけど、例えば、そういう部分で、なんていうかな、面白いと思いますね。その、クラウドのベンダーも、初めのうちは、AWS だけ、っていうか、AW、アマゾンが、ほぼ独占してますけど、マイクロソフトの Azure にしても、Google の、GCP にしても、だんだんチョイスが増えてきて、それはいいことだと思いますね。そうですよね、確で、そうするともう一個のユガバイトの売りの一個がハイブリッドクラウド。かに。で、AWS、多分、市村さんも経験あるかもしれませんけど、時々、あるんですよね、落ちるのが。そうですね、アウテージがね、やっぱりどうしても。そう。で、あるときはやっぱり人為的なミスだったり、サイバーアタックだったり、あるときは公表されてなかったり、そうすると、他のサービスっていうか、要するに、どっかの、ネットのサービス使ってたら、あるとき落ちてて、あれ、ここは AWS 使ってたんだとか。そうですよね。そういう時に分かっそういたうりのしが、ますよね。そう。で、そういう意味で、例えば、オーロラとアマゾンのオーロラにしても、Google の、この間発表があった、アロイ。アロイ、そう、にしても、それぞれ、いいところはあるけど、やっぱりユガバイトの強みは、ハイブリッドクラウドで、で、ただ単にハイブリッドクラウドで、その違うクラウドベンダーの上で動いてるインスタンスがちゃんと、そのクラウド同士でもフェイルオーバーちゃんとできるっていそうですね。そこは確かに優位性になってきますよね。う。もう基本はリモートワークでそうか。っていうそうとですころね。だと思本いま社す。はサニーベール、カリフォルニアのサニーベールにあるんですけど、僕はネピーザに入った時に、ボストン郊外に引っ越してきて、だからちょうど反対側、東海岸の方で。そうで結す果、まだね。オフィス、ボストン近辺はまだオフィスセットアップしてないと思いますね。だんだんセールスとかプリセールスの人たちが少し増えてきてるので、そのうちできるかもしれないけど、多分まだ人数がそんなにないんじゃないかな。その状況で開発っていうと、どんな感じなんですか？起きて、まずチームもグローバルに散ってるのかなと思うんですけど。そうですね。で、大体、流れというか、あんまり決まった流れはないんですけど、週に1回ずつある決まったミーティングと、決まったミーティングの他に、それと他に情報シェアのミーティングっていうのがあって、そういうミーティングがない以外ので言うと、大体起きてから、そうですね。変わったの、特にパンデミックと必ずしも関係はないんですけど、前の会社の時ぐらいかな、スラック使う方が圧倒的に増えてきて、それでも前の会社の時は、E メールが2割、3割ぐらいで、スラックが残りぐらいだったけど、今99%スラック、そうですね。プロジェクトごとに、そういうふうに、この手、週、例えばさっきのそういう、メトリックスっていうか、その実行時に、こういう、これこれこれぐらい、RPC で時間かかってるとか、メモリこれぐらいとか、そういう、それのこのサブプロジェクトっていうか、そういう、
チームのミーティングは週に1回あったりとか、で質問があったらスラックで直接またはその YSQL のチャンネルとか、まあ、そういうのがメインですね。あとは定期的にというか決まったスケジュールじゃないですけど、コードレビューかな、多いのは。その誰かがコード変更して、それで、で場合によって先にこのみんなに相談して、それである程度状況が分かってる場合もあるし、あといきなりコードレビューしてねって言って、それで説明読んで、分かんなかったら、とか、はっきりしないところがあったら、コメントか、またはスラックで聞いたりとか。なるほど。で、そうですね。で、場合によって僕が必ずしも詳しくなくて、でも他の人よりは僕の方がマシなのかなっていう、前にその部分を、の問題を調べたことがあるからとか、そういうので回ってくることもありますね。そうするとまたそこでちょっと時間使っていろいろ調べないと、そうですよね。よくわかんないと思います。まあでもそれはそれで、お互い様っていうか、他の人もそういうようなことがあるんで。フォートワークだったら そこじゃなくて日本でもできるんじゃないんですかみたいな、ちょっと素朴になんか思ってしまうんですけど。あ、うん、でもちょっとタイムゾーン的に日本からだとやりにくいのがあるかな。なるほど。大体、ロシア、どっちだろう、インドの方があれかな。あとはロシアは多分モスクワあたりかな。シベリアは多分いないと思う。でまあ、その辺ぐらいから、後から働いてる人がいて、それで、東海岸は、開発は僕と、あとジョンってドッグディビンの方の人かな、あとはロブはブルックリンかな、だからニューヨーク。で、東海岸にそうですね、3、4人。まあ、あとはみんなカリフォルニアかな。まあ、でもとにかく大体 US の東から、まあ、ボストンから、そのサニーベールの間ぐらいが多くて。そうですね、だからちょっと日本とかオーストラリアとかだとちょっと時間が難しいかな。夜中のなんか2時とか3時に。そうですよね、うん、であと場所だけじゃなくて言葉の壁もあるので、そういうのもあるから余計なんていうのかな、曖昧だから、 US 必ずしも US だからっていうことじゃなくて、まあ、それもあると思うんですけど、まあ、だからそういう意味だとあれだな、ステレオタイプっていうか、はじめカリフォルニア行った時、アメリカ人がものをはっきり言ってる日本人の方が、いろいろ、友達に言ってよって、ボストンの方に来たら、ボストンの方に来たら、そういう習慣があるんです、アメリカでも。そうなんですか？へぇ。いや、そんなにストレートじゃなくて、やっぱり。とか、友達に言う場合があって、それで、そう。とか、まあ、あと、面白いことにカリフォルニアからさらに遠くの方の東海岸に来たら、逆に日本と共通点が多かった。気候的にも資金がちゃんとあるし。ああ、そっか。なるほど。あと、なんていうか、その古い、まあ古いって言っても日本のとか、中国の古いのと全然比べ物にならないですけど、でもやっぱりなんかその古いものをこの尊重というか大事にするような雰囲気が、ボスンの方がありますね。なるほどね。そう。で、言葉の壁、があるので、お互いにその本当にはっきりなおかつロジカルになるべくこの説明しようっていう、そういう努力をお互いにやっぱりするしないと話が進まないんだ。逆にそういうの努力をあえてみんながするから、お互いにするから、それで余計分かりコミュニケーションが取りやすくなるっていうのはある。会社でもホットだったマラソンとかも頑張られますけど、はい、ちょっとこの週末も頑張られたとのことですけど、あ、そうです。当面の目標はまたボストンマラソンがって感じですか、ね、で、多分ボストンマラソンは来年はクオリファイ多分できない、多分っていうかもういらない。まあせめて再来年またできれば。ああ。で、次のマラソンは、9月の下旬にベルリン。え？ベルリン？海を渡るんですか？ああ、そうですね。ドイツに行くのは初めてなので楽しみ。すごいですね。で、あとコースが平らなので、記録が出やすい。世界記録だけじゃなくて、普通の人も記録を出しやすいように、なんか、いろいろやってるみたいな、そういう感じですね。すごい。まあ、初めてなので、楽しみです。っていうか、もともと走るの大嫌いだったんですよ、子供の時に。全然何やっても速くならないから。
なんか日本に行った時に、運動は大嫌いで全然してなかったけど、通勤してて階段登ったり降りたりとか、歩いてるだけで随分運動してたっていうのは、それが身に染みて、ずっとアメリカで車しかなくなったら、そうですね、日本に帰った時に階段登ったら息切れして、それでスーツケース、自分の分とうちの奥さんの分、運んで、ちょっと、そんな、どれぐらいだろうな、2、30段の階段でさ、なんかもうヒーヒーって途中で休まないとか、これ、あれがそれが一番ショックだった。それからかもしれない、ジムに行き始めたのが、すごいですね。でもそっからですもんね。すごいですね。そう、でもね、東海岸に来てからですね、そのネティザに入ってから、やっぱボストン近いっていうのもあって、ボストンマラソン、何回か走ってる人とかと昼休み一緒に走り始めたら、知らないうちに距離も伸びて、あといつの間にか速くなって、それで速くなってくるから面白くなってくるじゃないですか。で、いいですね。そう、で、そう、それで、頭、まあ、そうですね。そしたらなんかその、結構その、早い高校の時とかに、その陸上をやってたやつが、なんかいつになったらボストン走るんだとか言って、冗談かと思ったら、なんかリンクトインにもちょっとコメントをくれたんで、書いたんですけど、いつで走るんだと、何冗談言ってんのって言ったら、冗談じゃん、俺はマジだよとか言って、とか思ってたんだけど、マラソンなんか絶対走んないとか思ってたんですけど、どこでどうなるか分かんないもんですね。そうそうね。やっぱり違うんですか、ボストンマラソンは。ボストンマラソンは全然違いますね。でも、マラソン自体が全然違うっていうか、ハーフマラソンぐらいまでは、まあ、こんなもんかなと思うペースで走ったら、まあ、走れるし、それで、ただ同じような距離っていうか、走って練習してて、だんだんちょっとある程度速くなるみたいなのがあるけど、マラソンは全然別物。例えばなんか服が擦れたりとかすると血が出たりとかすることがあるし、要するに長いから、小さいことの積み重ねで意外な予期してないことが起きるっていうのと、だから最初は走る前はマラソンってなんか苦しくて息が、もう苦しくてしょうがない状態で、そこでそこまででしか走れないとか、そういうあれなのかと思って、違うんですよ。全然息がそれほど苦しくないけど、足がいきなりつって走り続けられなくなるとか、なるほど、いわゆる燃料切れの状態で筋肉の中の燃料が足んなくなると走りきれないとか、あと水とか燃料補給してもそれが体の中でちゃんと使える状態まで追いつかない。だからそれもトレーニングの質なんですね。それも練習しないとダメだ。なるほど。とかっていうのがだんだん分かってくると、そうすると、なんか一回レースやって、そしたら、あと5系ぐらいのところまでもう結構いいペースでボストンマラソン、これはクオリファイだとかって思ってたら急に足つったりとか、そしたらあれ何がいけないんだろう、いけなかったんだろうと思って、で、またちょっと練習変えてみたり、あとその、なんていうかな、ジェルの取るタイミングとか変えてみたり、水多く飲んでみるとか少なくするとか、まあもちろん気候がその日によってレースが違うし、あと体調も全く同じ状態にはできないから、その辺の部分も含めて、要するに自分の体の声、それからあとどこをどういうふうに、だから結局なんか僕はハマりやすい、いろんなものにはまりやすいんですけど、ハマりやすいものの傾向っていうのが、この何かこうちょっと工夫してもうちょっとそしたらうまくいくんじゃ、次はうまくいくんじゃないかっていう、それの繰り返し。だからそれってソフトウェアのエンジニアリングにも同じことが言えるんですけど。まあ、まさにオプティマイザーっていうか、オプティマイズって感じ。まあね。まあね、そうそう。こうなんか工夫したら、それの結果がわかるっていう、そういうようなものが、ものが好きでハマりやすいのかな。もうでも、アスリートですよね、もうね。いやまあでもよかった、だんだん年取ってくると、その知り合い、僕と同い年ぐらいの年代の人とかで、体のあっちが悪い、こっちが悪いとかっていう、いうのが割と、それと無縁っていうか、あと逆に頑張りすぎて、怪我しまくりとかっていう、そっちの方にも、一時期ちょっと怪我しやすいのがあったんですけど、それもしない方向の工夫をいろいろして、だからそれもあれですよね、オプティマイズってやオプティマイズですよね。そうですね。で、僕のもっとっていうか、なるべく楽して、なるべく速く走るっていうか。一番いいですね、確かにね。でもよかったと思います、そのマラソンを始めてっていうか、自分の体のことっていうか、そういうのを。確かにね、ちゃんと分かるように。そう、お疲れのところ、いろいろと間違えてあげまして、ありがとうございました。はい。今日のちょっと、ファイアサイドチャットっていうところで、原さんをお迎えしてお話をさせていただきました。じゃあ原さん、本日ありがとうございました。
いえ、こちらこそ。どうもありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。はい、ありがとうございました。ゲストスピーカーのハルさんとのセッションにでしたと。ですね、本日のセッションですね、ご用意していたセッションは以上になります。引き続きですね、アンケートの方ですね、お答えいただければと思いますので、またこのアンケートフォームですね、今チャットウィンドウの方にも貼ってあるかなと思うんですけれど、そちらの方、アンケートいただければと思います。はい、T シャツの方ですね、プレゼントさせていただきますので、どうぞ、ふるってご応募ください。また、質問ですね、受け付けておりますので、チャットウィンドウでも構いませんし、あとは QA のページの方でですね、ご質問いただければと思います。あとはまた来月ですね、おそらく今のところですと火曜、また第4火曜日をちょっと予定しているので、多分26日ですかね、7月の26日ですね、また、セッションの方を、やらせていただきたいと思いますので、またそのタイミングで皆さんに最新情報でお伝えできればと思います。特に次は 2.15、具体的な内容とも出てきているのと、あと多分 2.14 も安定版も出てきているのかなと思いますので、そのあたりのアップデートができたらと思います。はい、もしご質問とあれば Q&A の方を受け付けております。はい、でですね、我々の方から本日準備している内容は以上となりますので、じゃあ一旦ちょっとこの場を締めさせていただいて、また引き続きあと10分ぐらい時間ありますので、このままオープンしてますので、もしご質問等あればいただければと思います。はい、では本日ご清聴、ご参加いただきましてありがとうございました。また来月お会いできればと思います。失礼します。ありがとうございました。失礼いたします。